段違い平行棒はアメリカのシェネン・ミラーです。12歳、日本で言いますと中学1年生になります。127センチ25キロ、アメリカジュニア選手権3位の選手です。アメリカのジュニア選手権ではこの段違い平行棒優勝、今のトカチェフも見事に決まっています。そして銀河宙返り、あ、離れ技の連続ですね。そうですね、離れ技3つ以上あった方がいいですね。はい、もうすでに2つが入っています。個人総合では6位と頑張りました。最後の折りも、はい、目が入っています。オクラホマの出身でしてね、はい、やはりもう本当にヤンキー魂を持ってるね、ミラー選手ですね、はい、食い下がってきますねこの選手は。諦めないですよ、はい、だからもう非常にね、あのいい内容の演技でしたね、はい、トカチェフ10点満点ですよね、当然3つの D が入ってます、はい、それから1つの C と2つの B、はい、いいですね銀河も、はい、ただ銀河をやるというのでなくて高さを求められますからね、なるほどね、これからああいったところ日本の子どもたちもね、はい、あのただ銀河をやるというのではなくて質をね、求めていくというね、いいものをやる、いいですね、はい、下を見てます。アメリカといいますとあのメアリー・ルーレットンがロサンゼルスオリンピックで、ね、そうですね、金メダルでしたが、それに次ぐ選手になりますか、はい、アメリカのミラーでした。得点が出ました 9.70 です。 9.70、 これまで9人の選手が終わっていますが2位タイに上がってきましたアメリカのミラーです。